仮面。オタアーク。第17話、クロニャゴ、主題歌、クロニャゴ。それでは次の議題ですが、仮面をそろそろつけるのはどうでしょうか。一応仮面オタクと名乗っているわけですし。仮面付きのグラフィックを用意するのが面倒だからこのままで、対外的には仮面とは概念としておこう。よくわかりませんが了解です。では次の議題ですが、オタックガール様との関わり合い方です。そうそう、まさかあいつが敵に取り込まれるとは。お言葉ですが、最近のオタック様はわがままが過ぎるというか、オタックガール様の立場で考えてない言動や、敵とはいえ、相手を許し認める慈愛の心を失っていたように思います。しかし敵って言っても、あいつらはなんでこっちを敵対視するんだろうな。さあ。だが確かに俺は正義であることを盾に、他者への思いやりを忘れてしまっていたかもしれないな。よし、ここは一発初心に帰って、自分を見つめ直してみることにしよう。はい、それがいいと思います。潮干狩りに来たけど腰も痛くなっちゃうし、結構重労働だよね。だけどみんなから頼まれたから、10キロぐらいアサリ取りたいけど、そんなに取れる気がしないよ。はっはっは、はあはっはっは。は、この声は？おっす、おら、オタク。好きな海の生物はタッコング。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。また、こんなところで。すんませんでしたー。すいませんでしたー。調子乗ってすいませんでしたー。今までのご無礼を許しください。お願いですから敵に寝返らないでください。うったー。一体何しに来たのよ。いや、今まで様々な失礼に気づき、ペガスにも心の持ちようを指摘され、本日は謝罪に訪れた次第です。ロボットに心の持ちようを指摘されるって、人の心ないんか。そんなわけで今日は初心に戻った主題歌解説したいと思う。聞いていただけますか？結局、やることは変わらないんじゃん。今日は潮干狩り頑張らないとダメだから忙しいんだよ。大丈夫です。潮干狩りはペガスが責任持って行いますから。いや、それは助かるけど。ペガス、詐欺ない？私はスペースナイツで制作され、単独待機権離脱可能な強度を誇りますので、塩水ぐらいでは何ともありません。え、へえ、そうなんだー。あんまり無理しないでね。ご心配ありがとうございます。ですが心配は無用です。それでは潮干狩り任務遂行いたします。うむ、頼むぞ。本当は中華製のロボットなんじゃ。本当は中華製のロボットなんだけど大丈夫かな？じゃ、ダメじゃん。だけどダグラム化したらかっこいいぞ。身から出るサビはあんただけで十分だよ。チャンネル登録よろしくメカドック。今回は初心に帰るということで、アニソンとしても初心に戻りたいと思う。アニソンの初心に戻る？そう、バックトゥーザ初心、それは最初のアニソン作品を解説するということだー。まさかの初心の意味を履き違え。アニソン主題歌の歴史を遡ってみると2つの作品にたどり着く。一つはあまりに有名な作品である1963年放映、手塚治虫先生原作の鉄腕アトム。週1回の放送や30分番組と、テレビアニメの基本フォーマットを作り、様々な伝説的逸話も残した、まさに神話級な作品だ。今回はペガスのサポートがないから、自分で全部説明する気だな。今回は謝罪も込めて全部自分で頑張るつもりさ。アトム以外の、もう一つの初心アニソン主題歌アニメって何なの？おう、それは1929年制作、1931年に公開された、レコードトーキー映画のクロニャゴだー。すっごいところにたどり着いたな。今回はこの神話的アニメ主題歌の解説をしたいと思う。そんな戦前のアニメとかみんな興味ないでしょ？1931年、つまりは昭和6年、後期2591年、田川水宝先生の野良黒が連載開始され、アメリカで星条旗が国家に採用される。それ以外にもエンパイアステートビルが完成したり、満州事変が起こったり、映画フランケンシュタインや街の日が公開されたり、声優永井一郎氏、作家小松左京氏、文筆家コリン・ウィルソンが出征したり。すっごいウィキペディア活用してるな。ミスカトニック大学が南極大陸の狂気山脈を調査して、イニシエのものを発掘し、ショゴスにテケリリ言われたりした年だ。これは久しぶりのクプルフ神話。だが俺が1931年を意味なく説明してるわけじゃないんだ。え？先ほど説明したテレビアニメ鉄腕アトムも、1931年という年に大きく関連しているのさ。これはまさにアニソンのリンネサンサーラが存在し、クロニャゴ、鉄腕アトムとの運命の波程の旅路を示したんだ。ムーテキ解釈やめてよ。具体的に説明すれば、クロニャゴの公開年の1931年に、
鉄腕アトムオープニングの作詞者谷川俊太郎氏が出征しているということだ。つまり初アニメ主題歌作品の黒ニャゴの年に生まれた谷川氏が、後の近代的アニメの基礎となった鉄腕アトムの主題歌作詞を行うという、まさに谷川氏を通じてアニソンの輪廻の力を感じる出来事だ。たまたまの偶然を無理やり解釈してるだけのような。そしてアニソン輪廻の力はこれだけにとどまらず、アニソンのパクテスマのヨハネのごとき使命を谷川氏は与えられていたかもしれない。ちょっと何言ってるかわかんないんだけど、谷川氏はアトムの他に、1964年放映の VIP-X の主題歌の作詞を行っているが、最初の奥さんである岸田恵理子さんは、アルプスの少女ハイジ、フランダースの犬、アライグマラスカル、赤毛のアンの、各オープニングエンディングを作詞している。だいぶ遠くなってるよ。さらに岸田恵理子さんの妹さんである女優岸田京子さんは、アニメムーミンのムーミン役の声優も行い、世界名作童話漫画シリーズのナレーションも行っている。もう谷川さんもアトムも黒ニャゴも関係なくなってるよ。それじゃ話を戻して黒ニャゴの歌詞解説を行おう。黒ニャゴはアニメ主題歌というより童謡として制作されている。それに黒ニャゴは通常の絵で描くアニメではなく、千代紙で切り絵とした千代紙細工映像で、いわゆる、現在でいうアニメとも主題歌とも違う内容なんだが、これはこれで味がある作品だと思う。確かに映像はモノクロだけど、和風な感じがするのは、千代紙のデザインと切り絵の技術だからだったんだね。そういうことだな。それじゃ歌詞の解説を行おう。歌詞はこんな感じだ。ニャゴよ、ニャゴよと、踊るニャゴ星や、ニャゴは黒ニャゴ、首輪は赤で。ニャゴだニャゴだ黒ニャゴだ、はいはい私は黒ニャゴですよ。黒ニャゴ踊りを踊ってちょうだい。さあさあどなたも黒ニャゴ踊り。私の先祖はまだらの虎よ。虎は竹やぶちさとのやぶを、ぴょいぴょいぴょいとはね、すってんすってんすててんてん。と、まあこんな感じの歌詞なんだ。戦前の童謡って言われたらその通りの歌詞だよね。というわけでそろそろ行くよ。おい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 、簡単に帰ろうとするなよ。ペガスだって廃棄の危機を押して潮干狩りしてるんだから。それに俺だって初心に帰ってのオープニング解説だし、謝罪も含めて神妙な面持ちで頑張ってるだろ。初心に帰ったわけじゃなくて、歴史を遡っただけなんだよな。それに全然神妙じゃないし。まあまあそんなこと言わずにもう少し説明を聞いてくれよ。仕方ないな。それじゃもう少しだけ話を聞くよ。そうだな。あんた、さてはもう話すことなくなったんじゃないの？オタク団員、募集中。いやいや、まだ話すことはあるぜ。ほんとかな？黒ニャゴの作詞はしぐれおとわし、作曲はさっさ高歌詞、レーベルは日本ビクター、歌は平井秀子さん。あとは、ほらもう話すことないじゃん。うるさいなぁ、話すことはもうこれっぽっちもないんだよー。黒ニャゴなんか誰も知らないし、興味なんかもないんだよー。今さらー、こんなクソ古いアニメでもない切り絵のモノクロ映像に、ノスタルジー持ってる人間はほとんどなくなってるし。ちょっとー、歌詞だってニャゴニャゴ言ってるだけで全然ヒーロー的じゃないし、萌え萌えレクション要素もないし。黒ニャゴは同様だって自分で言ってたし仕方ないじゃん。初心に戻るってだけで、興味もなければ解説への熱意もないんだよー。だから初心に戻るの意味を間違えてるし、思想へのリスペクトがないのも問題だと思うよ。って、なんか私が擁護する側になってるんだけど。うるさいバーカバーカ。本当の初心に戻るってことは俺が好きな主題歌を好き勝手に解説することなんだから。今までだって初心ぶれずに好き勝手に初心貫徹できてたんだよ。ろくな思い出じゃないな。謝罪とか逆切れとか本当迷惑だからやめてよね。いややめないからな。次回は宇宙船サジタリウスのオープニング解説やります。いや、やっぱり牧場の少女カトリのエンディング解説やります。もしかしたらスプーンおばさんのエンディングかもしれません。好き勝手言ってるけど、それってあんたの言うアニソン不分率のアニメ名が入ってるアニソンなの？スプーンおばさんは入ってます。他のは入ってなかったじゃん。何か揉めているようですが大丈夫ですか？あ、ペガス、ごめん潮干狩りなんかさせちゃって、こいつが相変わらず失礼で無茶苦茶だから。アサリは取れませんでしたが、この回が取れました。あ、ありが。やっぱー、その種もみっちゃな一回はいただいていくぜー。あー、バーカバーカ、会話俺が腹いっぱい食うのさ、初心に戻るとはこのことだー。畜生、あいつめー、次会ったら絶対許してやらないんだから。いや、次会えるかどうかはわからなくなりました。え？あの会話禁止バイト報酬簿だ。二つとも猛毒の不具毒、テトロドトキシンオキシオウモツカイです。食べたらソードビッカー並みに死亡します。すぐに食べてはいけないと伝えなければなりませんが、体が、動かなく、なってきま。ペガス。黒ニャゴは公式がないため、リンクを貼ることはできませんが、両つべで黒ニャゴで検索していただくと、映像と音楽を確認することができます。と
王子を知る人はこのチャンネルを見てはいないと思いますが、この曲が日本のアニソンの源流と言えます。次回は皆様が知っている曲をご紹介したいと思います。ベガース、しびれる。では、今回はこれで終了させていただきます。グッドボタン、チャンネル登録で暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。